旅客列車を牽引するリ460-103号機、方天付近リ460-019号機、広告塗装機スイス国鉄リ460系電気、機関車は、スイスのスイス連邦鉄道の本線系統で使用される電気機関車である。スイス国鉄が推進する高速化、接続の改善、車両の近代化などを柱とする、 鉄道も改良計画であるバーン2000計画のようとなる時速 200km 列車の牽引が可能な電気機関車として高速旅客列車用及び貨物列車用に119両が製造されたものでピニファリーナによるデザイン VVVF インバータ制御による最大 300kN の牽引力と時速 230km の最高速度 自己相打台車により、半径300メートルの曲線を、時速104キロメートルで走行できる高い曲線、走行性能を特徴とする協力機であり、通称、ロック2000と呼ばれている。まず、インターシティなどの高速列車用として1987年と1989年に1、12次車として12両ずつが、ついで貨物列車用として1990年に3次車75両が、 その後追加として4次車20両が発注され、1990年11月12日には初号機がロールアウトしている。なお、これらの機体は計画時にはスイス国鉄方式の形式名であるリオン、46型1701号機となる予定であったが、現車は新しい UIC 方式の形式名であるリ四ン 160K000 号機として落成している。 製造は、車体、機械部分、台車を、SLM、電気部分、主電動機を、アブが担当したが、リ450型と並行して生産されていたため、SLM の製造能力の関係で3次車のうち30両は、車体を、ドイツのクラウスマッファイで製造している。なお、本機をベースに2電源機のリ462型や6、軸機が計画されたが、 本機の価格が一両約370万ユーロと高価であることと、トラックスシリーズやユーロスプリンターシリーズなどの多国間走行が可能な国際共通の汎用機の登場によりいずれも実現していない。なお、開発時の性能要件は以下の通り各ロットの基板、SLM 製板、製造年は以下の通りまた、各機体の基板と機体名は、 以下の通りリ460型とほぼ同一の IC2000 の制御客車の運転席メーター類の配置のみ1分異なる広告塗装機の例アルプトランジットゴッタルド株式会社の広告のリ460-075号機広告塗装機の例バレー州の広告のリ460-090号機リ460型と IC2000 系による中立費ルゼルン間のインターシティインターシティ列車 二階建ての IC2000 系の列車に E4 方形の制御客車などを、増結ノルウェー国鉄 L18 系、フィンランド国鉄 SR2 系、香港 MTR の電気機関車インド鉄道アップ5系スイス国内では、BLSAG が同系機を導入している。また、現在ヨーロッパで広く行われている機関車の国際的な標準化の走りとして、 スイス以外の3カ国で同景気が導入されたほか、インド向けにロック2000の技術を用いた電気機関車が生産されている。ありがとうございます。